幻探偵は1957年に少年画報に連載された桑田次郎の漫画作品及びそれを原作としたラジオドラマ特撮テレビ番組映画作品のタイトル。幻探偵は当初少年探偵王のタイトルで連載された。赤い帽子、黒マスク、黄色いマフラーをトレードマークとする少年探偵が主人公。事件が起きると殺走と、 オートバイに乗って現れる。その正体は誰も知らないが、日の丸新聞の少年新聞記者である、富士信。父親は警視庁警部であり、事件に関する情報は自然と耳に入ってくる。いざという時は、幻探偵に姿を変え、悪巻相手に二丁拳銃で立ち向かい、難事件を解決していく。1959年からラジオとテレビでドラマ化され、 三本の映画が制作されている。ドラマや映画で主題歌が歌われ少年ヒーローを想像して子供たちの間で幻探偵ごっこが流行った。テレビドラマ版では拳銃の代わりに電波ピストルを使いオートバイの代わりに空陸療養自動車幻号に乗っている。1957年3月号から 少年画報に連載が始まり1961年12月号で一度終了したが、1964年11月号から1965年4月号まで再連載された。しかし年月の経過により絵柄の雰囲気は微妙に違っていて、マフラーもスカーフ調にオートバイもフルカウル型になっている。 1959年2月16日から1960年10月22日まで、ラジオ東京にて月曜日から土曜日までの毎日18時5分から18時25分の時間帯で放送。なお、この途中1959年4月1日から、KRT で始まったテレビドラマ版は毎週水曜日の18時15分から18時45分の時間帯で放送されていたため、 1959年9月30日までは、水曜日の18時15分から18時25分までの間は、ラジオとテレビ両方で同じ、幻探偵を放送していたということになった。出演、清水茂雄、佐藤の子こほか不自身と吉野桜。 吉永さゆり折り込み広告者による制作のもと、1959年4月1日から1960年3月27日まで、KRD にて放映された。前期は日本水産、後期はエースコックのそれぞれ一社提供。関西地区では、テレビネットワーク長年展時代であったにもかかわらず、この番組に関しては毎日放送にネットされていた。その他、 ラジオは大森のアナログテレビのサービス放送の KRT とネット契約を結んでいた期間中にもネットされた。放送時間は毎週水曜日18時15分から18時45分。KRT では1959年10月4日以降から毎週日曜日9時9時30分に移動したが、毎日放送では1959年10月以降も 放送時間は変更されずに放送されていた。制作会社倒産と版権不継承によってパブリックドメインとなったことから低価格 DVD が発売されている。子役時代の吉永さゆりや藤田由美子が出演していた作品として紹介されることも多い。幻号は幻探偵役の加藤博士がバイクに乗れなかったために用意されたとする説が存在するが、加藤は 幻号の運転も無免許で行っていたと証言している。幻号のベース車について加藤はダッドサンフェアレディであったと証言している。実車のほか、飛行シーンではミニチュア特撮も用いている。特撮はアルバイトの形で矢島信夫が担当。当時、所属していた松竹を通すことなく本作を引き受けたため、松竹から注意を受けたという。 大塚刑事役の鈴木志郎は、当時の子供向けドラマで活躍していたが、後の特別機動捜査隊に、警視庁、捜査一課課長役で、レギュラー出演している。第36話、第37話、国際密輸団の劇中で開催されるクリスマス会のバックバンドの一員として、トランペット奏者の日野照正が出演している。三戸部義輝は解説のほか、北川記者の役から、 犯人グループの一味や犯罪の被害者など毎回のように違った役で出演している。謎の怪電波次元爆弾透明人間の恐怖、狙われた408号列車スペードの女王二人の幻探偵、オリオン王国の秘密神軍、あやうし山ま編集長を教わる霊明鏡、日本から逃すな近海輸送車、怪人クロマント聖堂の仮面消えた花売り、 娘怪盗紅バラ弾尺にセフダ団、幽霊島犯人黒星十郎暗殺団を倒せ海底魔人百個の、朝鮮海王星から来た少年ウランの秘密ウランの、秘密 X マン ?X マンマダラグモの復讐マダラグモの復讐クラーク統合、クラーク統合ミイラム社の復讐ミイラム社の復讐ダイヤの秘密ダイヤの秘密国際密輸団、国際密輸団謎の仮面博士謎の、 仮面博士七色真珠七色真珠謎のジョーカー謎のジョーカーあやかしきげんわ悪あやかしきげんわ悪スパイスパイ邪魔者は倒せ邪魔者は倒せ黒星故郷へ帰る黒星故郷へ帰る千人沼のセムシ男千人沼のセムシ男1960年に3作品が新東方の配給により公開された第1作は テレビドラマ版と同じスタッフキャストにより制作されたが、テレビ版放送終了後に制作された第2作、第3作は、中岡慎太郎主演となった。幻探偵地底人襲来、幻探偵恐怖の宇宙人、幻探偵幽霊等の大魔術団。ありがとうございます。